先生、ついに最後3本目になりましたけども、はい、もうここまでやってくると僕もだんだん先生のことが分かってきましたので優しいでしょ、すごい。そうですね、はい、安心してまた今回もレッスンをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。今日はどういったレッスンですか？今日はですね、はい、体幹トレーニング、はい、スキーやってる時もサーフィンやってる時も、うん、歩いてる時でも何でも必要なところになってきますので、体幹っていうとこの体の腕とか足を取ったこの幹の部分になってきますので、ここを主にやっていきたいと思います。なのでお腹周りが気になっている人なんかにもおすすめのトレーニングです。私です、お腹周り。はい、分かりました。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこの脇腹ってすごい鍛えづらいと思うんですよ、うん、どうやって鍛えたらいいのみたいな、逆に、うん、でここちょっとやっていきたいと思います。はい、サイドプランクという形にしていきたいと思うんですけど、ここに膝を乗せる感じで、はい、ここに肘をつきます。でここ、はい、床でやってもきついんですけど、この高さが出るのですごいきつくなるんですね、うんうん、でこの状態でまずはキープキープ、はい、キープで次この状態できそうだったらラインを上げるっていうのをやりたいです。はい、これがサイドプランクになります。はい、でその次なんですけれども、はい、やっぱり前も気になると思いますので、前もやりながらちょっとこの脇腹も気になると思いますので、ここにこんな感じで、うん、はい、やっていただきながら足を自分の膝の方向にめがけてグッと、反対の足、右足で左肘、左膝で右肘、こんな動きになってきます。これがツイストマウンテンクライマーという、ツイストマウンテンクライマー、それかなり上級者向けのやつじゃないですか今見た感じ。いや、昨日調べた限りは初級者で書いてあった。どこで調べたのあなたが作ったプログラムじゃないですか？はい、私が作ってきました。あ、そうですね、はい、何度も申し上げてますが優しめでいけますよね今のもね。あ、全然大丈夫です。だと思います。わー、その笑顔にずっと騙されてきてるはい、はい、では早速行ってみましょう。で、僕がやるでしたっけ？そうですね。あ、そうなんだ。はい、行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。じゃ先ほど言ったのサイドプランクからやっていきたいと思います。はい、まずはじゃああちら向きに、はい、ここに膝をつけていただいて、はい、こうですよね。そうです。で、膝は折り曲げてしまいましょうか。この時ちょっと楽にしていきたいと思います。こう、はい、まだ2セット目なんです。この状態で上から見た時に体をまっすぐにしたいので、はい、お尻をギュッと締めます。にゅっ、そう、お尻その感じですね。これはローモードで行っていきたいと思います。はい、もう先生辛いんですけど、あ、ちょっとじゃあ始めていきましょうね。はい、こっから30秒いきます。せーの。呼吸はどうしたら、ちゃんと呼吸して、呼吸して、お尻ガーッと締めて、お尻ガーッと締めて、そう、ここでしっかりとね支えて、お尻締めて、お尻締めてないと今1秒かやり直しお尻締めて、そう、ここ持ち上げて、呼吸止まってる、全部3つ、呼吸、脇、お尻、呼吸、脇、お尻、呼吸、あ、30秒過ぎてた、すみません。レストレストは取って、やっぱりだ、きついやつだわレスト何分いる？2分ぐらいあるといいかなと思います。あ、じゃあもう次行きます。はい、わかりました。はい、まだね、この右をいじめていきたいと思います。はい、じゃあ次は足を伸ばした状態になります。あ、伸ばした、はい、やっていきたいと思います。忘れないでください。呼吸、脇、お尻で、足が伸びるのでちょっと負荷が強くなるので、はい、はい、もう少し頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今日もこのままいきます。はい、これも30秒。はい、お願いします。いきます。あ、いいですね。お尻も締まっている。脇、お尻、呼吸、脇、お尻、呼吸、お尻、脇、呼吸、水の呼吸、脇、お尻、なんとあと5秒のところ10秒、うわー、嬉しいサービス、お尻、5、4、3、2、1、はい、OK、よくできました。素晴らしい。そこだけ可愛く言うんだよな今レストレスト反対側もってあ、反対側のね、反対だからレストいらないんですよね、ほんまはいるいるさあ行きましょう、行きましょう、膝を乗せる、膝を曲げた状態です。はい、膝曲げて、はい、じゃあこの状態でいきますよ。
さあここから30秒せーの、脇、お尻、呼吸、ちょっと呼吸が浅くなってきます。しっかり呼吸しましょう、しっかり呼吸しましょう。肘もちょっと寄せて、うん、それぐらいがいいと思います。脇、今ね体が前に来ちゃった、お尻締め、脇締め、呼吸して脇お尻、呼吸、あと5秒のところやっぱりもう一回10秒、はい、脇、お尻、呼吸、脇、お尻、はい、5、4、3、2、1、はい、 OK、 ベストタイム、素晴らしいです。呼吸そんな乱れてないしね、もうちょっといけそうですね。いけるのかな、はい、あ、もういくんですね。じゃあ、あと呼吸5回したら他終わった？長い。終わった？終わってない。長い。じゃあ行きましょう。次は足を伸ばしたパターンですね。はい、肩の下にしっかり肘があることで、肩などがね痛くならなずに済みますので。ですって。じゃあ行ってみたいと思います。ここから30秒かな？はい、じゃあ行きます。はい、脇。はい、お尻。呼吸。そう、忘れがち。呼吸。呼吸しっかりしてくださいね。はい、脇。脇、お尻、今何秒と思います？もう28、28秒、惜しかった。あ、違う、あと10秒プラス、うん、また増えてる。はい、脇、はい、お尻、好きです。お尻、はい、脇、呼吸できてない。呼吸、あと5秒。はい、4、3、2、1、オッケー、お疲れ様でした。すごい、素晴らしい。レストレストレスト、癒しタイム。結構汗かいてますよ。次、あ、もう次、はい、早脇いったので前、なんて言いましたっけ、私、ツイスト、マウンテン、クライマー、よく覚えてないや、そんなもん、どうでもいい。ツイスト、マウンテン、クライマー、あー、もう名前からきつそうだわ、はい、じゃあここにですね、はい、肘をこんな感じでついていただいて、はい、じゃあ足を伸ばして、はい、これも、ここの腰の位置が下がってくると腰が痛くなるので、はい、ここちょっと高めに設定するぐらいでいいかなと思います。怪我のないように行っていきましょう。ではですね、右膝で左肘、はい、左膝で右肘というような感じでちょっと当てていくような感じで、まずはちょっとやってみましょうか。はい、じゃあ右肘を左、そう、戻す。で、反対の足、これをじゃあ次は数えていきたいと思います。両方で30、じゃあ行きたいと思います。はい、じゃあまず右膝から、はい、せーの、はい、1、左、はい、2、はい、3、呼吸してね、3、はい、4、はい、4、はい、5、山登ってる気持ちになってきました、なってるかい、7、あれ、数忘れちゃった、8、数えて、8、はい、はい、9、はい、どこ登ってるんですかね、じゃあ今ですか、はい、浅間山です。こんな高くない、11、はい、はい、12、はい、12、富士山登る気持ちで、先生、カウントが止まってますね。14、富士山登る気持ちで、はい、15、はい、9合目、15、はい、16、今16合目、大丈夫、高いな、17、はい、17、もうちょっとだ、18、はい、19、はい、20、呼吸してね、19、はい、20、はい、20、あと10、はい、21、はい、21、はい、20、あともうちょっと頑張って、手こたれるな、これもお腹、お尻、お尻、脇、あと5回かな、1、はい、2、はい、2、はい、3、はい、3、笑顔なんだよ。いや、もう汗見ると嬉しくなる。いや、そうでしょうね、きっとね、はい、はあ、今の一番きつかったですね、うん、本当ですか、はい、高さなんですよ、高さ、あ、山的には低い、目視したんですね、そうなんですね、僕今結構浅間山2000でした。やっぱりこのレストが一番、そうですね、なんか強弱をつけてやっていただけると、心が折れないでやっていけるので、
そうですか。僕結構ボキボキにおられてる気がするんですけど、この3回のエクササイズで。そういう方はまあこの動画を見ながら、私の叱咤激励されてる気持ちになりながら。なるほど。ド S やないか。そうですね。僕のようなあのたるんでしまった、中年層のね、男性の人たちはぜひ、今までやってきたエクササイズにこのブルブルが加わることで、はい、どういった効果が生まれるんですか？やはりあの不安定感が生まれるところと、はい、乗ってるだけで血行が良くなるので、そのリラックスできる部分とトレーニングをできる部分を使い方次第で分けてできるというのが一番いいところかなと思います。はい、なるほど。僕今その説明を聞くのにブルブル揺れてる必要ありましたかね？なんなら空気椅子で聞いてました。いや、すいません、いいお話聞かせていただきました。ありがとうございました。はい、麻耶先生、はい、3回にわたる、オリジナルエクササイズね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。僕この今日のエクササイズだけでかなり締まってきたような気がする。気のせい？脱げる体になりましたよね。まだ脱げないでですね、目的としてはやっぱりこのコロナ禍で、はい、在宅テレワークみたいなのが多くなってしまった中年の男性に向けて作ってもらったんですけれども、はい、毎日やったら一番ベスト。そうですね、いろんなメニューはあると思いますので、はい、あの毎日違うメニューをやっていただけると飽きないのかなって。やっぱトレーニングってまずはやってみること、うん、その次に飽きないこと、なのでいろんなことを試していただけるのがいいかなと思います。一石四鳥ぐらい。一石五鳥ぐらい盛るねというわけで、エクササイズ今日まで3回ね、はい、先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ドクターエアの EC ショップボディープラスでは現在お得なキャンペーンを実施中です。ぜひご覧ください。